旭山動物園にエゾヒグマについて学べるエゾヒグマ館が大型施設としては9年ぶりに完成し、先月25日報道陣に公開されました。以前から園内に飼育されているメスのトンコが岩に登るなど迫力ある姿を見せていました。いろんな探索したりとか行動が見られると思うので、そういう本来のクマに近い、より近い行動を見てもらえるかなと思います。また去年生まれたホッキョクグマの子供も公開され、可愛い姿を見せていました。坂東園長は、絶滅の可能性のあるホッキョクグマを通して環境問題や普段の暮らしを見直すきっかけになればと話していました。現在、旭山動物園は夏の営業が始まっており、エゾヒグマ館やホッキョクグマの子供は一般公開されています。旭川市では現在3回目の新型コロナワクチンの接種を行っています。接種は市内約150の医療機関で実施しているほか、ご覧の3カ所の会場で集団接種を行っています。土日の集団接種会場のほか、仕事のある方や学生の方にも行きやすい平日の夜間接種会場、若い世代の方が優先的に接種できる会場なども設けています。ワクチン接種は旭川市新型コロナワクチンコールセンターで電話による予約を受け付けています。またインターネットでの予約のほか、市内9カ所に設置している予約サポートセンターでは対面による予約を受け付けています。一部の集団接種会場では予約に空きがある場合、予約なしで接種ができます。接種のご検討をよろしくお願いします。旭川市からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響で気分の落ち込みや不眠などの症状が続いている方や、そのご家族などからの相談に応じています。詳細は市ホームページをご覧になるか、心の健康係電話 25-6364 にお問い合わせください。